練習の仕方をちょっと説明します。まずこの曲が都庁長であるということね。なので都庁長っていうのはラから数えていろはにほへと、都庁長の音階とそれからあのカデンツの練習ね、和音の練習必ずやってください。ね、あの都庁長がよくわからない方はね、ソからソまでね、ニッチなクールでシャープね、これでもいいんですが、もう一回やるためにここでわざわざここでまたソを親指に変えます。これがあの指ちゃんとできないとか音を外してこうやってしまう方は必ずもう基本ですので、あの登場中の和音あの音階を必ずやってください。これ早くできなくてもいいんですけれども、途中でこうあの手指でこう黒い音でもこう伸びすぎてしまったりしないかとか、手がグラグラしないかどうかね、ここに消しゴム置いてても落ちないような角度かどうかね、これがこういう風になっちゃう人はちょっとこれじっとしてできるかどうかちょっと練習してください。左でも同じソが親にね、くぐるところとか、あと親指こうくぐるときにグラッとこうならないかどうかっていうのをあのよく点検してください。それからよく出てくる3つの和音ね、1の和音はこれ、4の和音は4番目これ、5の和音はこれ、これ基本です。これ基本やってからカデンツやった方がいいので、カデンツってあの和音の形ね、1の和音これね、4の和音は4番目、5の和音はシャープ言います、これ、ね、この3つ頭入れといて、もちろん他の和音も出てくるんですけどね。で途中で2ページ目は波長調に変わります。波長調の音階も弾けますからね。波長調はこういう音階ね、でドからドまで、で波長調の3つの和音は1の和音これね、4の和音はここです、5の和音はこれで、これを応用したものがあのいわゆる半音で出てくるね、このあのこういうあのカデンツになります。あれ指届かない方も多分いると思うので、今のこの3つの和音だけでも把握しておいてくださいね。でそれで1ページ目ですけども、でパッとこう飛ぶのでこの層をこうきつく絶対しないことですね。ソファソラソってやったら、その真ん中辺のソラソラは大きくてもいいですけど、初めと最後のね、あのどんなフレーズもそうですけど、初めと最後はちょっと細長く、ホットケーキを横から見た感じです。これ、ね、ホットケーキっていうのは真ん中膨らんでますけど、端っこちょっと細いですね。若干ね、これね。だから、細く、ちょっと膨らまして弱くね。あんまりこうやってやりすぎなんですけども、ピアノって書いてあるんですが、初めと最後は弱く。真ん中ちょっと膨らます。ね、だから最後のこれが、よいしょってこういう風にならないよね。で、どっちかというとこっちの、こっちの方がぽーっと前出るから。どの、うん、ここは2つ、音があるときにスラーがついてる場合は原則としてどんな曲でもそうですけど、強い弱い必ずね、うん、後からよいしょってこうあの後の音が強くならない、強い弱い、ね、膨らまして弱くちょっと太い音、ここは細く、ね、でまたこのドもスタッカートは強いと思わないでください。スタッカートであってもパッと一回終わる音は小さく小さく強く弱く、で次フォルテになってますので、あんまりこうバーンってこうやらない、あのフォルテっていうのは強いんじゃなくってちょっと太い音はね、ちょっとおおらかに歌うと思ってちょうどいいですね。ここはちょっとディミニューになりますけども、で2回目はピアノね、でまたフォルテ、次ですね、この楽譜の下にもやり方書いてあるんですが、これがやりにくい方は、あの数減らしてもいいかな、本当はこれファからが最初なんですが、うん、これは本当なんですが、ちょっとゆっくりしかできない方は、でもいいし、あるいはこれは6って書いて6連符なんですが、5連符、1個減らして、ミ、パ、ミ、レ、ミか、あるいは、ファミレミ、ファミレミ、4個か、4個か1個5個かに減らしても構わないと思いますね。だから、本当は、ちょっと早いんですが、これを1個減らして5個にすると、でちょっと楽かな。4個にすると、ショートこれ今ゆっくりめにゆっくりたまこれで、ね、でまあもしトリルのこういう練習ができれば、まあ、あの元のねこの6連符って1っていう間に
1,2,3,4,5,6,6個入れるのをチャレンジしてください。で、トレイはくれぐれも絶対に指が鍵盤から離れないように、このまま弾く。こういうふうに。こういうふうにやると絶対もうぐちゃぐちゃの音になりますので、コロコロコロっていう音は、なるべく小さく、あの鍵盤の浅いところで、あんま下までこう弾かなくても。くっついたまま、これ磁石でくっついてると思ってるから。で、絶対これが暴れて強くならないということ。あの1ページの下もそうです。この。これもね。まあ、指がこう暴れないこと。じゃもうほとんど吸い付いちゃってる感じ。こればっかの練習たくさんやってください。サビやってください。あとは、左手なんですけどね。これあんまりこう右よりも強すぎないで、左手だけの練習がなかなか逆に難しいんだけど、同じような音がある場合に、1,2,3,1,2,3、ザブーンと波が来て小さくなって、またザブーンと波が来て小さくなって、プールの水じゃない、こうチャポッとこうなって感じ。だから強い弱いってやっとおかしいので、1,2,3,1,2,3 のつもりで、1,2,3,1,2,3,1,2,3,1 のつもり、これに、で、こういう練習するんじゃないんですけど、なんかこういう音の上に、この、これ、このメロディーが乗ってると思って、それで、1,2,1,2,3,1,2,3 ここのメロディーこうですね。1,2,3 だから単純にガチャ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 全部同じに弾かない方がいいですよね。1,2,3,3 が大事。ね、3拍目。1,2,3 ここで次変わるぞって気持ちが大事。こう小説の線がこうありますけどね。よっこしょよっこしょよっこしょ、こういう練習じゃなくって、こうやってすごい単純な、機械的な演奏になってしまいますので、1,2,3 ちょっとだけクレッシェンドするかな。クレッシェンドちょっと大きくなる。1,2 ちょっともわっとして、1,2 小さくなる、小さく。1,2,3 この辺小さく、小さく。で、フォルテで書いてあるんですが、そこは、あれって感じで、あれってこうキラキラっとする感じでいいかな。で、ここも、この、二個と一個だと、これね、二人と一人で喧嘩したら、二人の喧嘩強いんですよ、これ。なので、よい、こう逆、さっきもそうね、逆になりがちなんですけど、よいしょ、よいしょってならないように、強い弱いならまだいいわけね。こっち、二個の音は弱く、一個の音は強く。強い弱い、やりながら、あとちゃんと波も感じる。1,2,3、1,2,3をおしまいって感じね。ぎゅーぱ。で、これも一応曲終わってるので、ぎゅーってこうならないようにね。ここ強くてもいいですが、弱く、おしまい。ね、今2段目、1ページ目に今2段目やりました、ね。なので、片っぽ片っぽ、丁寧に今1段目、2段目やりますけども、そういうふうに右手は右手だけ、左手、左手だけ。で、あとこの、とか、ここはなんかこう、ぐちゃぐちゃとこう、なんか、速くなっちゃう人は、ね、このトリルの練習したらいいかな。こればっかり弾くとか、同じテンポ。これが、なんかぐちゃぐちゃにこうならないよね。で、それやってから、そこだけ。こればっかり5回やるとか。ね。タリララララ、真ん中膨らませる。タリララララ、こういう練習をするとか、そういうふうにやってくる。で、あとスターカードね。切るところと、ギューッとするところ、スラーとちょっと差をうまくつける。なんかよくわかんない、ダラ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 弾かないこと。これね。で、あと、3段目にフラットが出てくるんですが、ね、ちょっとずれますよね、これね。ゆっくりゆっくり演出する。で、強く。これは、こういう曲。これが元の曲と思う。これにいろいろこう枝葉をつけてるんだけどね。タンタンタン。よくこっちまとめ押ししてますけど、これね。これを頭に描かべて、ゆっくり練習。もちろん肩ずつね。強く、弱く。タン、強く。ピアニシモでね、早い曲って難しいですかね。
だから、ちっちゃい音になればなるほど手の形、やっぱこうやりますね。そのやりやすいので、丸い方が。伸ばすよりもね。で、これで、結構神経使いますね。ちっちゃい音で声弾こうと思ったら。ここばっかの練習言いますね、これ。で、ここまで練習する。だから、ダーッと練習すると、またこうで、荒っぽい、ちょっとフォルテになっちゃいますので、丁寧にこの辺は練習してください。で、2ページ目に入るとガラッと変わりますので、このね、これがスタッカートなのかスラーなのか、なんかこう曖昧にならないように、全部スタッカートね、やっぱこうやりますね、これね。1個ずつ1個ずつね、もちろん片手ずつね、左ばっかりでこうやって合わせて、で、だんだんクレッシェンド。で、これもなんかこう、なんかどう聞いてるのか分かんないので、演奏にならないように、スラーばっかりのこと切るところと、はっきりこう、よく楽譜を見て、やってみてください。で、こういう、で、両方ともうまく揃うかどうかとか、バラバラになってしまわないように、こればっかりの練習。練習を5回やるとか、そういう練習してください。あとは、あとこの和音ちょっとね、2つ音が重なって重音って言うんですけど、難しいんですが、1個ずつ1個ずつ丁寧に、ここばっかり5回とかね。どうしてもバラバラになっちゃう人はこういう練習したらいいですよ。これがちょっとバラバラになる人は、よいしょ、ちょっと押してるつもり、こういう練習しますね、これね。よいしょ。よしよし、次の2つ、これ同時にちゃんと押してるかどうか、これ見るんですからね。今何やってるか、これがバラバラになってないから、これ見てるわけです。こういう練習します、これね。これがバラバラにならないで、ちゃんと同時に押せるかなって、こういう練習するといいです、これ。よいしょ。こっちが先になっちゃダメ、これね。なかなか難しいです。こういう練習とかね。まあ、切るところはまあ構いませんとかね。しっかり押したまま、これ、ここだけ3拍なので、これ、どうしてもこれがこういう演奏にならないんですけどね。これ、どうせ難しい方はね、わざと、今わざとこれずらしましたけど、しっかり鳴らして、こっち触るだけ、1拍、半拍これずらすんですから、わざと。こういう練習をする。明らかにこっち今小さくやりました。で、本当は同時なんですよ、これね。難しい。これ一番こう鳴るようにするのでね。あと、2ページ目の3段目から交差するところに入りますので、左の練習よくやってください。手はここ置いたままで、チャララッチャー、伸ばす、タリラ、ラッタラ、伸ばす、ここしっかり伸ばして、これ。タララララララ、タララララッタ、こればっかりの練習やるといいです。それから、右手だけ練習で、また両方合わせて。ここで切るとかね、そこだけの練習もう一回やるとか、スラーのとこと切る、伸ばすとこ、しっかり弾くとこ、しっかり弾くところ、なんか右手もこのアクセルついてるので、結構バラバラの練習、それから両手の練習、それから同じ小数ばっかり、なんか5回、さっき言ってました、5回やるとか、結構その細かい組み立ての練習の仕方がとても必要になりますね。3、2ページも3段目、最後。で、これもちょっとぐちゃぐちゃ崩れてしまわないように、難しかったら、こればっかりやって、できるかなと、できたなと、こういうふうにちょっと細かくやってみてください。で、あとは曲の順番はね、ダカープまで行ったら、このまた初めに戻って、1ページ目の一番下のフィーネね。で終わります。なので、一番最後はあまりバーンってあんまり強くならない、もうデコレーションになってますので、静かにこう終わりますね。こんな感じ。